どうも、ふうへいです。はい、どうも、皆さん、こんにちは。リモコンです。ということで、今回は、アスレチック最強決定戦をしようと思って、今回、モッドをいくつか入れてきました。ワンピースモッド、まあ一応、ラッキーブロックモッド、で、7つの滞在モッド、変身モッド、を、そして、ねえよ。なんか、草からね、その、ほら、これはワンピースモッドのトラファルガーローのオペオペの実で取れる心臓なんだけど、まあこんな感じでね、いろんなモッドのアイテムが出てきます。なんでこっから10分間集めてアスレチックで勝負していきたいと思います。ということで3カウントダウンかと思いましたよ。マジです。お、待って、おー来たー。待って、これね、これ最強よ、これ最強よ。そう、アイテム数が多すぎるから、ちょっと俺が求めていたものは出ないと思って5秒後ぐらいにちょっと欲しいの出たっていうね。これが一番強いなっていうのは、カチカチの実が出た。で、出たー。お、待って、また実が出た。ホルホルの実。出たー。来たわ。ちょっと待って、これね、強いですよ。これ強いよ。イエーイ。うわ、作業効率もめっちゃ上がったわ。これのさ、組み合わせとか最強じゃね？え？7つの滞在モッドとワンピースモッドの奇跡のコラボするかもしれん。やばい！ 5 分でいきます。待って、どうした？ふうさん、ダッチブラッシュ待って俺。え？おっと、ティモさん？ん？うわ、俺の顔もなんかついてないか？待って、上位互換じゃん。マジか。よーし。ええー、待って、え、いつ出た？残り3分です。はーい。待って、モンスターの卵が意外と出ないな。ということで、戦うルールとして、アスレチックを壊すものは原則で現金で、あと3回勝負なんでね、1回使ったアイテムは2回目以降は使えないっていう感じで。だけど俺結構いいの。また取っちゃった。身がめっちゃ出るね。いやでもね、身もね、いろいろ飛べる身とかあるからね。いやちょっと待って、これは俺は勝ちたいけど、さあ残り1分。くっそー、俺待って、モンスターの卵全然出ねえや。めっちゃ出る身が。でもわからない。あー、これね、これもなかなか強いな。グラグラの実で敵を潰すっていうのは。ダメだ。グラグラの実はもう思いっきり地形破壊なんで禁止です。さあ残り30秒。待って、くー、あー、砂は飛べないんだよな。スケスケ、俺は何をしたいんだ。やばい、く、鍵、4、やだ、3、2、1、ピー、終了です。さあということでね、準備が完了したんで、僕の最初の1つ目の実はこちらの実になります。それとまあね、7つの滞在とかの紋章があったら一緒に使ってもいいんで、僕はね、これを使っていきたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、はい、OK、 いきます。スタート。あ、待って、飛ぶやん。なんだこれ、制御しきれん。待って、ドアドアの実の能力。あ、待って、間違えた、こっち。はい、待って、強い、待って、あ、結構時間長い。いや、だがドアドアの実、壁をすり抜けられる。なに、早っ、な、独特の実か。ちょっと待って、なんで、あ、飛べるんだ、くそ。あ、来た。待って、え、嘘、お前もしかして GTT の上来ちゃったみたいな感じ。いや、ノいや、な、ノー、あ、来た。この紋章はちょっとジャンプ力があんね。よし、いいぞ、いって、スキップ。くっそ、うわっ、うわー、出た。あー、待って、挟まったヘルプミー。あー、そ、ヒゲ、毒じゃねー。ドアだった。よし、やば。さあ、ということで、あ、ここも強い、このメリオダスの紋章が強い。待って、あー、危ねー、超えられる。はい、この足が速くなると、はい、あとこのドアドアの組み合わせがヒュッて最強の組み合わせ。
あーこれやばいって。おっと毒毒も強いけど、やっぱあのはしごのところはちょっと毒毒きついよね。よしこれで、あー見えてきた。こっち越えられる。でここ越えられないと思うからヒュッて越えられる。お互いに弱点を補い合ってる。これマジこのコンビ素敵。やったー。やだやだ。ということでまず1戦目はクリア。俺の嘘だ。ということで次が俺が勝てば俺の勝ちですね。さあということで準備はいいですか。はい、いいですよ。俺の2つ目の実はこれです。ということでいきます。よーし頑張っちゃうぞ。いやもう俺見えてるよゴールの景色が。めっちゃ嘘つくやん。ここら辺からあばよあばよ。あやばい。あ失敗した。あぶれ。よし。そらポン。あー届かない。あ、ピカ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 、あーっと、危ない。じゃあねー。この隙間、よし、うっ、待って、来た。これは、あここ、オッケー、落ちてる。はい、残念。ここ、よし、500m の500に乗れた、待って。いや、嘘だ、お前。よし、同じ能力を使っても、俺の方が上手。これもう分かっちゃってるよね。待って。どこ行ったお前。どこ行った？まあ、え、待って発動できなかった。くそ。え、来た。いた。待って。見えたゴール。あ。え、早っ。え、何？え、お前何したの今？わかんない。めっちゃ連打してた。ついた。すげえ。え、あそこからよくゴールしたなお前。トロッコから。お前ピカピカラビの能力者だったか。強っ。それ何それ。さあということで1対1の最終戦です。まあ俺はいもうね先にいい実をね食べてしまったんだよね。お前俺に勝てると思うなよ。強気やんめっちゃ。ああピョーン。やばい許せない。あー許せない。この身マジで強えな。さあということで3戦目俺が残しておいた身はバレバレの身だ。許せない俺負けてない。イエーイ。はいやはいやこれ何だったのマジで。最初ね。もう最初に勝てなかった時点で俺の勝ちは決まってたのかもな。ということでまあね無事やっぱ悪魔の実が強いってことで本当に変身モッド使ってみたかったんだけど、まあということでね。リボガチャンネル概要欄からということで次回見てください。じゃらっアディオース。